ワールドハピネスは東京都江戸川区林会町にある火災臨海公園潮風の広場で開催されるロックフェスティバルの一つである。高橋幸宏がキュレーターを務めているが2008年には新と三尾2017年には伊藤聖光と共同でキュレーターを務める年もある。2016年まで 東京都江東区の島にある夢の島公園陸上競技場で開催されていたが同開催地が2020年の東京オリンピック開催予定地でもあることから2017年に火災臨海公園へ移動したチケットはブロック制で A、C ブロックの指定されたブロック内で当日配布されるレジャーシートを広げる形となる持ち込みのレジャーシートは 使用が禁止されている。いずれのブロックもほとんどの場所が芝生である。レフトステージとセンターステージで交互に演奏が行われ、演奏と演奏の間の空き時間が少ないこと、ステージ間の移動の必要がないこと、前日の情熱大陸スペシャルライブサマータイムボナンザと同じステージで開催期間が1日とコンパクトであることなどが特徴として挙げられる。 参加,参加アーティスト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 ワールドハピネス2013ワールドハピネス2014ワールドハピネス2015ワールドハピネス2016ワールドハピネス2017ワールドハピネス2019ウィズ8の部出演者によってはイエローマジックオーケストラの楽曲をカバーすることがある会場への交通アクセスは JR 京王線火災臨海公園駅から徒歩約10分である。最寄りバス停は、都営バス、夢の島停留所。下車徒歩約5分である。ありがとうございます。